オーバートレバフ派は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ホルヒハイム軍に属す、マチソン。この町は、フレンキシェ・シュバイツ・フェルデンシュタインの森自然公園内に、位置し、周辺の他の町とともに、フレンキシェ・シュバイツの交絡の拠点となっている。この町は、公式には16の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1971年、 それまで独立した自治体であったボルフスベルクがオーバートルバッハに合併した。1978年5月1日にベルンフェルスと、ゲシュバントオーバートルバッハの歴史を研究するのは容易なことではない。記録、資料、あるいはその他の文書や遺品はずっと新しいものばかりである。文献上最初に言及されるのは1007年バンベルク市教領の創設に関連したものである。 皇帝ハインリヒ2世は1007年11月1日にラデンツガウニ位チしたホルヒハイムオ領に周辺の従属する村を加え新しい死去領としたトゥルーバハやタイサブリューノなどである。これより前の時代についてはほんのわずかな資料しか残されていない。794年のトロボックとハーツロイに関する話題が一度だけ登場する。 オーバートルバッハは千年を超える歴史を有している。オーバートルバッハ議会は主張を含む14議席で構成される。オーバートルバッハはカトリックのオーバートルバッハ聖ラウレンティウス教区に属す。同盟の教会が聖エリーザベト教会の向かいに立っている。オーバートルバッハ教区は以下の文教区を持つ。オーバートルバッハは連邦道 B2 号沿いに位置し、 連邦アウトバーン A9 号にもアクセス可能である。図柄、金字で、下部に銀の身部の山。その上に二つの塔を持つ黒い城石。さらにその上に赤い舌を持つ黒い狼の頭部。ありがとうございます。